氏は、戦国大名、浮田秀家のいとこ、浮田千家が、坂崎直盛と姓名を変えたことに始まる氏族。諏訪の藩主だったが、元和2年に、千姫事件が原因で改易された。坂崎氏は、浮田氏の一族である。浮田氏の出自は、多くの戦国大名と同様に不明であるが、室町時代中期の浮田久志家の頃から動向が、比較的明らかとなっている。公家の子、浮田義家は16世紀初頭に、備前の守護代浦上氏に仕え、守護赤松氏に対する下克上に功績を立てた。元和元年、大阪夏の陣による大阪城落城の際に、直盛は徳川家康の依頼を受け、家康の孫娘で、豊臣秀頼の正妻である千姫を大阪城から救出した。直盛は火傷を負いながら、千姫を救出したにもかかわらず、その火傷を見た千姫に拒絶されたことで、千姫奪取計画を立てる事件を起こしたと言われている。しかし現在では、彼が大阪城に侵入して、千姫を直接救い出したこと自体が疑われている。この事件は、秀頼死後、家父となった千姫の身の振り方を家康より依頼された直盛が、公家との間を修正し、縁組の段階まで話が進んでいたところに、突然、姫路新田藩主、本田忠時との縁組が決まったため、面目を潰された直盛が、千姫奪回計画を立てたと言われる。しかし幕府に露見し、一族によって自害させられたとも、柳生宗則の還元に感じ入って自害したとも、言われている。一方、当時江戸に滞在していた、イギリス人、リチャード・コックスの日記には、1616年10月10日、夜遅く、江戸市中に、騒動を起これり、子は、出羽伝と呼ばれし武士が、皇帝の女が、明日新夫にかせんとするを、とに奪うべしと、公言せしによりてなり。けだし老皇帝は、生前に、彼が、大阪にて、秀頼様の敵となりて尽くしし功績に対し、彼に、彼女を与えんと約せしに、現皇帝はこれを承認せずして、彼に切腹を命ぜり、されど彼は命を放ぜず、すべて剃髪せる臣下1000人及び、婦女50名と共に、その屋敷により、皆共に死に至るまで抵抗せんと決せぬ。是において皇帝は、兵士1万人4人をもって、その屋敷を囲ましめ、家臣にして穏やかに主君を引き渡さば、凡19歳なる長子に、領土相続を許さんと、告げしに、父はこれを聞くや、自ら手を下してその子を殺せり。されど家臣などは後に主君を殺して、主給を、邸外の人に渡し、その条件として、彼らの生命を助け、領土を、他の子に挟んことを求めしが、風評によれば、皇帝はこれを諾せしよしなりと書いてある。ともあれ、この騒動の結果、津和野藩坂崎氏は断絶した。墓所は、島根県津和野町の栄明寺。関ヶ原の戦いに敗れ改易された、出羽国横手城主、小野寺義道は、津和野で、坂崎直盛の庇護を受けていた。直盛の死後13回忌に、小野寺義道はその恩義に報いるため、この地に、坂崎直盛の墓を建てたと言われている。坂崎直盛は、一方的な横恋慕から、藩の断絶にあったとして、凡訟と評価されることがあるが、藩政においては善政を行っており、また、千姫事件は後世に面白おかしく脚色された、ことを考慮すべきである。小島隆則。小島隆秀。小島光家。浮田宗家女。公家。義家総員浮田国帝。京華四郎。直家春方大江。秀家元家坂崎直盛。秀高秀次平四郎重行。小島隆則。小島隆秀。小島光家。浮田宗家女。小島新徳。公家公家。坂崎出羽主正制。与え九郎重行万蔵重春。中村善右衛門重豊。三郎右衛門直江。重豊の代に、三角の氏である中村家の娘を嫁にもらい、その際に、中村に改姓したと伝わる。ありがとうございます。